神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷浩史です。モス、小野大輔です。さて、今夜の DGS も神谷浩史生誕祭 in キャンプの模様をお届けしたいと思いますよ。はい、もうこれで3週目に突入なんですけど、はい、あの正直僕らね、年末からね、年明けにかけてね、ほとんど仕事してないんですよ。実はね、そうなんですよ。年末はほら2週にわたって大体同じ内容じゃないですか、どうしてもゲッターしたいストーリーと鍋食うだけなんで。そうね。で、年明けずっとこれやってるから、はっきり言ってね、構成作が台本全く書いてないですよね。本当だね、楽しちゃってしょうがないですよ。俺らも特にやることないから、はいはいはい、前室で喋ってる時の方がよっぽど長いよ。長いよね。喋らしてくんねえからさ。なんだか知んねえけど、ね、はい、楽しみですね。まあ、今回もね、生誕祭のものをお届けしますよ、うん、ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第774話、神谷さん、うるせえやつらの諸星当たる役やります。やります。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。おはようございます。おはようございます。一夜明けまして、はい、2日目の朝となります。2日目のキャンプの朝ですよ。ええー、神谷さんどうですか。何が。昨日はよく眠れましたか。全然眠れなかったです、ね。あの寒いの僕ほんと嫌なんです。何回もこの番組で言ってると思いますけど、はい、僕寒いのほんと嫌なんです。重々なんで一睡もできなかったですね、はい、貫徹のまま。そうですね、今ここに座っていると。はい、なぜ寝られるわけないじゃないですか。はい、まあそもそもね、じゃあお前らどこに寝たんだって話になると思いますけど、まあそうなんですよ。まあもちろんテント、うん、じゃないですよ。テントなんか寝られるわけないだろう。そうだね、率直に言いますと、僕らはテントに寝ませんでした。はい、キャンプマスターの竹本さんが、せっかくなんでテントに泊まりますみたいな、はい、あのホテルも取ったんですけれども、うん、いや僕はいいですっていうふうにおっしゃってですよ、はいはい、あそうですか、やっぱりあれぐらいのキャンプマスターになると、うん、これぐらいの寒さでもテント泊まれるんだなと思って。プロだからね。あの無理だったそうです。どれだけ過酷な環境だったんだよ。一睡もできなかったと。そうですね、まあ、本格的な冬の寒さに耐えられる装備ではなかったと、うん。まあ、結果僕たちはホテルに泊まりましたという、はい。まあそうですね、はい、もう本当に帰ってすぐ温かい風呂にですね、うん、1時間ほど浸かりまして。随分浸かったねそれ。もう、マジ身動きできなかったですね。入った。温泉平気ですか。僕は露天風呂行きまして。露天風呂行きましたか。露天風呂ついてたんで。ね、露天風呂がね、大浴場から、うん、100メートルぐらいあって、その道すがらで。露天風呂が何、外だよね。露天風呂だもんね。はい、ガラッて開けて100メートルぐらいあって、うん、その道すがら冷えるっていうですね。当たり前だよそんな、はい、冬の時期の露天風呂でガラッと開けてさ、うん、100メートル先だなと思ったらガラッて閉めるよね。結果私ですね、暖房が効きすぎるという現象が起きまして、01なんで暖房が、はいはいはい、暖房切って暖を着て寝るっていうですね。まあ、結果こいつに命を救われたというのはね、間違いないです、ね。ああよかったよ本当に、小野君にダウンをさ買わせて。うん、ダウンご提ありがとうございます、ね。去年からずっと言ってただろ、買わなきゃ死ぬって。買ってたって死にそうなんだぞ俺みたいな。まさか生き死にに関わるとは思わなかった、ね、本当そうなんですよ。今感謝しております。まあね、あえてこう使用されずに、残っているテントですけれども、うん、中どうなってんだろうね今ね。まあ、なんかもうギャンギャンに冷えちゃってさ、うん、なんかあれなんじゃないの、もう冷蔵庫みたいになってんじゃない。霜降りてるかもね、うん、ね。いや俺こんなとこもう絶対泊まりたくないもの。神谷さんのね、ちゃんと見てみましょうか。だってこの中あれ一応入れたんだよね、電気毛布とかな、うんうん、よいしょ。はい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 。おく、え靴ある、靴あるね。あ
あれ誰だ、あ、え、高木くんじゃん、どうした、高木くん、おはようございます、え、どうしたどうしたどうした、おはようございます、え、あ、高木さん、おはようございます、え、何、どうしたどうした、お前初日いなかったじゃん、なんかここ皆さんいるって聞いて、うん、今朝来たんですよ、うん、そう、誰もいないから、うん、そこ楽しいなと思って入っちゃったよ、嘘だろ、お前ずっとここにいたの、はい、うわ、寒くなかった、いや、大丈夫大丈夫、寒いだろ、大丈夫、ついて、ちょっと休む、あれ火ついてる、火ついてるよ、焚き火だよ、お、すげえ、いや、普通火ないと死ぬんだぞ、いや、めちゃめちゃいいっすね、大自然ですね、大自然だよ、うわー、もうすげえめんどくせえ、初日のテンションだろこいつすげえめんどくせえ、そりゃそうだよな、やっぱ空気がいいっすね、あー、そう、もう空気のこと言い始める、昨日誰も触れなかったのにね、空気のことなんてね、本当だよ、うわー、新鮮な初日の感想、すぐのね、昨日俺たちが全く触れなかったところにどんどん触れていく感じね、うん、鳥の声なんかも聞こえちゃう、鳥の声聞こえるね、鳥の声も俺昨日触れなかった、うん、他にはある、なんか楽しんでる、いや、もうなんかこの火の香りというか煙のいぶした感じ、それね、あのびっしりね、このダウン吸いますんでね、あ、お土産ですね、お土産ですよ、ないこと言うね、めんどくせえ初日のテンションだけ、もうじゃああれだ、高木くんのために朝飯作ろう、そうだ、マジっすか、腹減ってるでしょ、お願いします、ありがとうございます、じゃあちょっとまた戻りましょう、はい、ちょっと待ってください、これ何すかこれ、え、これ今何やってんすか、コンロ、すげえ、お湯沸かしてる、外でお湯沸かしてんですか、コーヒーどうでしょう、あ、飲みます、あー、いいねいいねいいね、それにやしても、じゃあコーヒー作れるんですか、うん、すげえ、これなんと、これなんすか、ここでコーヒー引き係を任命するよ、じゃん、え、これめちゃくちゃおしゃれじゃないですか、おしゃれだろ、そうだろ、ここ回してコーヒーミルだから、はい、うん、気をつけろよ、うん、それ全部終わるまで引き立てをね、うん、引き立てを飲ましたいからさ、うん、あと朝飯何がいい、ホットサンドいいよ、うん、何ですか、ホットサンド、ホットサンドだよ、何すかこれ、何これ、ホットサンドメーカーだよ、バカだな、これすげえ、ホットサンド作って、すげえ、え、ってかこれ何すかこれ、それグッズだ、それもう昨日やったからいいよ、これ DGS って書いてある、もうそう、 DGS って書いてありますよ、すごい、座ってろ、うん、DGS キャンプって書いてある、うん、今座ってろ、いい反応するな、うん、十分だよ、これもまたおしゃれですね、いいからせーの、はい、うわー、すげー、火ついた、ちょっと待ってくださいよ、ナイフもなんかいいからなんか閉まってるんです、そうなんだよ、じゃないと危ねえだろ、携帯用のナイフだからさ、キャンプしてる、うん、すげえ、キャンプしてる、キャンプしてるよ、キャンプしてる、キャンプしてる、高木くん、ナイスキャンプ、ありがとうございます、わあ、いい、めっちゃコーヒー、うわー、お前とほんとアヤヒーと同じ目すんのな、うぜえわ、なんかうわーって言った時の目がアヤヒーと一緒だわ、いや、アヤヒーも連れてくればよかった、これやおーい、したらそれ、これさ、切らなあかん、すげー、うわー、はい、召し上がれ、やばー、ハムティーズ、ハムティーズ、すごい、完成、完成、めちゃくちゃうまそう、いや初めて使ったけどよくできてるよね、これすごいだよね、あ、食べて食べて食べて、いいですか、うん、じゃあいただきます、そりゃそうだよ、食べなさいよ、あー、もう行ってよ、カメさん、いただきます、ありがとうございます、6000、せっかくならこの DGS キャンプ椅子に座って、そうです、じゃあいただきます、召し上がれ、うわ、やば、はい、いただきます、どう、んおナイスキャンプ、ナイスキャンプいただきました、ナイスキャンプ、俺も食ってみない、うまっ、うんって、ね、ナイスキャンプかどうか、もういただいていいか、あいつも芸人リアクションかもしんねえからさ、あ、確かにそこはちょっと疑うべきだな、そうそうそう、疑うべきだぞ、浅い企画、大丈夫です、そうそう、浅い企画のリアクション、金ちゃん仕込みのリアクションかもしんねえからどうだい、ベストキャンプ、ベストキャンプナイスキャンプ、この焦げがね、うん、うん、いい焦げがいいね、うん、ほろ苦く、ほろ苦く、この苦さもちょっと山の香りとマッチしてる感じしますね、おー、いいコメントするじゃないか、山の味だね、山の味ですね、うまっ、よかったね、やべ、うまっ、さあ食べ食べて、チョコもバナナ、チョコベーネネ、この感じもすごいいいっすね、うん、キャンプギアって感じで、それもいじったんだよ、それもすぐね、それも昨日ね、散々いじったからキャンプしてるわ、うん、してんだろ、じゃあいただきます、はい、チョコバナナ、チョコバナナ、どうだどうだどうだ、あ、うん、
いい顔するな。スイーツキャンプです。あ、スイーツキャンプ。あ、初のスイーツキャンプいただきました。スイーツキャンプです。スイーツキャンプ。なかなかスイーツとキャンプは両立しないけど、ね、これ僕もいただいていいですか。マジスイーツキャンプか食ってみ。うん、あ、こ、あ、おー、熱々だね。熱い。とろける。バナナ火通すと美味しいよね。とろけるよ、これ。うん、そしてチョコがあれぐらい入れたけど、うん、ちょうどいいかもしれない。よかったよ。ちょうどいいキャンプです、これ。僕、ナイスだね。ナイス判断。ナイス判断。ナイス判断ですよ、これ。デリシャスキャンプ。デリシャスキャンプ。グッドキャンプ。いいかも。いや、いい、いいっすね、このコーヒー飲んでる神谷さんも。そうかい。なんだりになりました。主にこの白い湯気ね。白い湯気。どんだけ寒いかな。大学知ってる、おしっこもね、湯気出るんだよ。いや、ずっと楽しみっすね。多めに飲みたかったな。早くおしっこしたくでしょ、これ。びっくりしちゃった。あー、コーヒー美味しいなぁ。うまっ。うまっ。さあ、キャンプ地からお届けしてきた今回の DGS ですが、これ撤収となります。さあ、1泊2日のキャンプでございましたけども、うん、小野さんどうでした？いやー、堪能しましたね。そうですか、大自然をね。さっき高脇くんを見て思い出したよね。何やですか？そのキャンプに初めて触れた時の感動をね。うん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 、昨日だよね。はい、うん、でももう、まあ、僕らはプロキャンパーですから、うん、キャンプマンですからね。キャンプマンですか。そうなんですよ。超人ですか？超人キャンプマンです。あ、マジですか。超人強度何万パワーですか？75万パワー。意外と強いですね。意外と強いっていうね、まあこっからですから、うん、こっからもっともっと強くなって、高めて言いますか、キャンプマンタッグ組みましょう。だから、いや、僕は絶対嫌です、ね、よかったでしょ。でもよかったのかな。バースデーキャンプ、ね、そうなんだよ。今回俺の生誕祭なんだよ。はいはいはい。どうしたんですか？ PS5。 PS5 は後日神谷さんのお家に発送されます。ああ、内田さんのお家から。それ内田さんが当たったやつじゃん。中古なんですけどいいですか？中古じゃねえか。もうこの際中古でもいいや。どうですか、でもね、1泊2日。1泊2日ですか、はい、総評は。寒かったですね、とにかくね。やっぱりそれなんだ。寒い、はい、寒い以外なんかそうですね。やっぱすごいなと思うのは、カメラあるじゃん、うん、驚くほどカメラ目線で何かやってることは少ないですからね、今回ね。全く見てないですね。全く見てないです。俺ずっと火見てますから。ずっと火見てんで、視覚的にも温まりたいっていう。そう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 。結構面白かったな。みんなね、こう火を扱うとね、急にこう人格がちょっとこう、うん、なんだろう、変わるっていうのが面白いですね。変わりました。小野さんもそうでしたし、はいはいはい、あと高橋もそうだったんですけど、はい、なんか火育てるの面白いですねっていう。あ、なるほど、焚き火範囲ね。そうそうそう、焚き火範囲あるね。火をもっと大きくしたいっていう気持ちがなんか強くなったのか、うんうん、ちょっとこうなんだろう、目がランランと輝いてくるのが見てて怖えなと思って見てました。俺と高橋はそのタイプです、ね、そのタイプでしたね。高橋もさっき言ってました、ポロッと。はい、ということで、いろいろ片付けましょう。スタッフも手伝ってください。撤収撤収。お疲れ様でした。はい、以上です。終わった。はい、以上がキャンプの模様でした。急にスタジオ戻ってきましたね。もういいです。